おはようございます、本日はですね、今からノースフェイス三軒はしごを久々にしたいなと思います。最近ですね、ノースフェイスのインスタグラムはちょっとチェックしてたんですが、なんかあんまり自分的にいいなと思うのがなくて、なかなかノースフェイス買いに行くっていう動画はあんま出してなかったんですけど、まあ、ちょっと久々に行ってみようかなと思って、梅田の阪急梅田でルクアイでグランフロント、この3店舗回りたいなと思います。まあ、見てもらったら分かる通りノースフェイスの服着てるんですけど、僕がアパレルやってた時の話なんですけど、よくお客さんからその服のブランド着てそのブランド入んの恥ずかしいってよく言われてたんですけど、まあ、店員側からしたら多分そんな誰も気にしなくて、むしろなんかうちのお店好きなお客さん着てんなっていう風に分かりやすかったんで、僕は結構気にせず全然こういう感じで着ていってそのまま行くんですけど、もう今日はめちゃくちゃ暑いのでシャツにあのサンダルで行こうかなと思ってます。というこんな、夏スタイルでノースフェイス三軒はしご行きたいなと思います。どんなものが置いてるかちょっと楽しみですが、もしかしたら小物がいいのあるかなと思うので行きたいなと思います。では行きます。はい、それではまず阪急着きました。阪急のノースフェイス行ってきます。結構久々なんで多分中はガラッと変わってると思うんですけど、またやっていきたいなと思います。では行きます。はい、それでは行ってきました。ですね、店員さんとも話したんですけど、まあ今人気のやつってどれですかっても早速聞いたらこれですって言ってもらって、やっぱこれが結構人気あるみたいなんですけど、他なんかインスタに載ってるやつ以外でおすすめありますかみたいな機能的なやつって言ったら、ここちょっとやっぱ数が少ないのもあるんでって言ってはって困ってはったんで、まあもうチラッと見て出てきて、今からはグランフロントの方に行きたいなと思います。それではですね、先にグランフロントじゃなくてルクアイーレの方に行ってからグランフロントに行きたいなと思います。でさっき言った阪急でプライムライトのイエローがあったんですけど、僕去年イエロー買ってるんですが、今年は違う色のイエローやって言ってパッて写真見たら同じような感じだったんですけど、まあ、実際生で見たらやっぱ若干今年の方が薄いイエローで、去年の方がちょっと濃いイエローやったんで、確かに別色といえば別色やろうなっていう感じではありました。という感じで話してる間にルクアイーレが来たので、ルクアイーレのノースフェイスに行っていきたいなと思います。では行きます。はい、それではルクアイーレ行ってきました。今日はですね、ルクアイーレの店員さんの以前も出てもらったことある田中さんっていう店員さんがいてはって、ちょっとしばらくお話してました。この温度計のキーホルダーが売ってました。僕はこれプレゼントでもらったんですけど、誰からもらったかっていうと、動画でも前ちらっと何回か出てもらってるんですけど、マリオくんが僕の誕生日っていうことでこの温度計をくれたんですが、でそれがこうついてるっていう感じになってて、ルクアイーレでも売ってました。服はですね、基本的にはなんかセールとかが結構やっぱ多かって、ビビッと来るのがなかったんで、まあいろいろお話しして、いろんな話聞けたんですけど、まあ、今回は今ちょっとランニング系とかちょっと機能的な T シャツありますかって言ったら、今はちょっとないですねみたいな感じで、まあ、最後の望みとしてグランフロントに行きたいなと思います。ではグランフロント行ってまいります。はい、それではですね、行ってきました。あんまりこうピンとくるのがなかって、いろいろ店員さんにも C3 フィットとかも紹介してもらったんですけど、なんか靴下を持ってるしあんまりこうピンとこなかったんで、まあ、最終的には一応嫁さんにプレゼント買って帰ろうと思って、これはノースフェイスのバスタオルなんですけど、なんかバスタオルっていうかタオルで、でまあこれをなんかジムの時に使ってもらおうかなと思って、一応プレゼントしようかなと思ってます。でプレゼントした時の様子がこちらです。じゃん。はい、という感じなんで、まあ自分のものは特に買わなかった、まあ特にいいなってものがなかったんですけど、まあ一応嫁蔵にはバスタオル買えてよかったかなと思うので、まあ次回またもうちょっとしたら秋冬が多分どの服屋さんも入ってくると思うので、まあ、またその時に行きたいなと思いますし、カタログも秋冬のやつもらったんで、まあ、それ見ながら秋冬何買おうかなってちょっといろいろ考えたいなと思います。はい、
で、まあ、堀江店の方行けばまた堀江店には新作あると思うので、まだそこも行きたいなと思うので、まあ今日はこの辺で終わりにしたいなというふうに思います。はい、ではですね、今日はノースフェイス三軒はしご旅ということで、収穫はバスタオルっていう感じでした。はい、見てもらってありがとうございました。